はいどうも、奈良在住で奈良が大好きな吉本芸人、あっちさっちどっちかっちもっちです。お願いします。本日ですね、ローカルグルメクッキングなんですけれども、奈良といえばこちら、おなじみの食材を使って料理していきたいと思います。こちらです。はい、三輪そうめんです。はいはい、また奈良そうめんかい、そうめんだけかいって言われがちかもしれないんですけれども、本当にね、そうめんの可能性って無限大なんですよ。これを僕は本当に全国の方に知っていただきたい。特筆たるこの細さ、これ伝わるかな、もうほんまに髪の毛ぐらいの太さじゃないかなと思ってしまうぐらい細いんですよね。ということで、三輪そうめんを使いまして、混ぜそば風混ぜそうめんを作っていきたいと思います。レッツーマチックッキン。さあ、それではね、そうめんの、お肉、ひき肉を炒めていきたいと思います。ひき肉を炒めて味付けするのと同時にタレも一緒にね、作っていきたいと思います。さあ、お肉の色が変わってきましたので、こちらにニンニクね、ニンニクたっぷりと生姜、みりん、そして焼肉のタレ、お砂糖、さあそしてお醤油なんですけども、こちらの奈良県吉野の杉を使った木だるで調合されたお醤油になりますので、すごい香りがいいんですよね。さあ、こちらタレが煮詰まりまして、甘辛い、混ぜそばのタレ、ひき肉の完成です。さあ、ここからはですね、そうめんの湯がき方なんですけれども、こちらたっぷりのお湯でね、沸騰しているものがございます。ここにおそうめんを入れていきたいと思います。はい、見てください、この綺麗な溶け方といいますか、見てください、すぐふわっとね、これ本当ね、あんまり触りたくないんですけど、まずほぐしていただいて、本当に細いので茹で時間本当にすぐです。よくね、途中でお水、差し水されたりする方いらっしゃるんですけども、三輪そうめんは本当にそれ必要ない。2分っていうの言われてるんですけども、少し固めの方とかが好きな方、ほんと1分とかで一煮立ちするだけで食べていただけます。はい、もう OK だと思います。止めます。さあ、そしてこちらに湯切りしたそうめんを入れていきます。熱々の方にですね、熱々のとこ入れさせていただいて、ここにごま油をね、回しかけていきたいと思います。たっぷりのおネギ、はい、というわけで完成しましたので、食べていきたいと思います。もうね、ごま油の香り、海苔の香り、おネギの香りね、もう香りだけ楽しむとすれば、もう完全に混ぜそばなんですけどもね、うーん、香り。それでは早速いただきます。やっぱこのそうめんのうまさっていうのが本当に際立ちますよね。めんつゆで冷たいおそうめん食べるっていうのが一番歯ごたえとか分かりやすいんですけれども、やっぱ可能性を知っていただきたいんで、こんな食べ方もできるんだぞっていうのをね、本当に知っていただきたい。うん、うん、すごいね、すごいですよねこれ。
もうこんなに細いのにしっかりコシがある。こんなに細いのにしっかり香りが際立つ。こんなに細いのにしっかりと味も美味しいっていうね。僕体重が170キロあるんですけどもね、見てください、この差。はい、こっち、激太。こっち見てください。激細。見てください、細。素晴らしいなぁ。美味しさ、細さが出るっていうのは、やはり手延べ。機械式のおそうめんももちろん美味しいんですけども、やはり手延べってなると、一味変わってくるんですよね。で、僕が大好きなおそうめん屋さんがあるんですけどもね、本当に一軒家みたいなところで、工場併設のところで、これ知ってへんかったら絶対入ってこられんのちゃうかなっていうぐらいのお店なんですけども。上田製麺所さんにお邪魔しております。お家なんですけども、ここでそうめんが売っております。僕の大好きな細い美味しいそうめんでした。東京もありました、ね。あら。やっぱ人気なんですね。名前書いておきました。あ、書いておきました。ほんま全然売れてないんで、ごめんなさい。すごい、うち。いえ、もういいですよ、いいですよ、もう。申し訳ないんで。すいません。もうね、すごいいい人柄もね、すごい良くて、温かく迎えてくださるんですよ。そうなんですよね。混ぜそばあるあるなんですけども、食べてたらね、タレと具材がね、残っちゃうんですよね。ここで突然ですが、もっちタイム！もっちタイムとはですね、もっちが独断で偏見で選んだ、プラスワン、何かちょい足しして、味変をして楽しんでいただく時間でございます。イエーイ！はい、今回味変に、チョイスしましたのはこちらです！また奈良の名産出た、柿の外しでーす！いい香り。これね、本当に、ちょっとおすすめの食べ方あるんで、ちょっと見ていただきたいと思います。衝撃的かもしれないんですけど、なんと、今、柿の外しをトースターで焼いております！ねえ、すごいですね。あ、このタイミングで、完璧なタイミングで出来上がりました。さ、出来上がりました。もうね、香りがいいんですよね。やはり柿の葉の香りっていうのはね、すごい温めると一段と香ばしさと柿の葉のいい香りがね、漂うんですよね。しかもその炙りサバみたいな感じでね、サバがね、脂が乗ってますので、見てください、この光ったサバ、キラキラするでしょう。サバの脂なんですよね。こちらの中にドボーン、ドボーン、ドボーンと入れさせていただきました。そして、ちょっとね、見栄えは悪いんですけども、タレと絡めて、召し上がっていただくと。いい感じに混ざりましたね。いただきます。マッチー。泣いてまうぐらい美味しいですよ、これ。うん。ね、お気づきの方いらっしゃると思うんですけれども、混ぜそばって、よくあの、有名なお店とか行きますと、混ぜそば最後の方、途中の方にですね、味展示としまして、お酢を回しかけるところが多いんですよね。そのお酢の酸味で、タレの濃さとかがまろやかになって、また酸味も加わって美味しく召し上がれるってことなんですけども、柿の外し考えてください。香りもいいですし、酸味も効いてるんですよ。ですから、お酢の代わりに柿の外しを入れてしまうという魂胆でございますね。うまいなぁ。見てください、鮭。ね。香ばしい。なんぼでも食べちゃうな、これ。今回はですね、混ぜそば風、混ぜそうめんを作らせていただいたんですけれども、やっぱそうめん、三輪そうめんが僕は一番、麺界で一番美味しいと思うんですよね。言うなればね、あのしなやかさ、そしてコシ、白、真っ白な美しさ、本当に麺界のね、シルク、
シルクやと思っております。マッチでした。はい、というわけで皆さんもぜひね、奈良の、三輪そうめんと柿の葉寿司、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。以上、マッチでした。さ、忘れてました。次回はですね、もっちの奈良県の絶景を見に行く旅を、放送予定しておりますので、お楽しみください。イエーイ。